内藤豊次8月15日昭和53年3月20日は日本の実業家、英材創業者、元社長。戦前、日本の薬業界が主に外国品の輸入に頼っていることに対し、日本でも新薬の研究開発に注力しなければならないと考えていたという。周りの協力が得られなかったため、独力で創業した合資会社桜ヶ丘研究所が、 現在の英在である。福井県入群都生村出身。明治36年竹雄中学校を2年で中退したが、この時点で、旧正高等学校卒業程度の学力を持っていたためという。明治38年に大阪の工場で奉公し、翌年神戸の貿易省ウィン・ケル召官に勤める。勤務の傍ら、パルモア英学院に入学し翌年卒業。 明治42年から2年間、この絵手段不評、第二連帯の衛生兵となる。除隊後、薬局タムソン商会に入社。大正4年、東京の田辺元三郎商店に入社。サロメチール、チミツシン、ハリバなどを手掛ける。昭和11年、田辺元三郎商店に、在籍のまま、新薬研究開発を目的とした、合資会社桜ヶ丘研究所を設立する。 日本で初めてのビタミン E 剤などの開発販売する。昭和16年、日本英材株式会社を埼玉県小玉郡本庄町に創業する。これは桜が岡研究所を存続させるために軍需生産を行うことを目的とした会社であった。昭和18年、田辺元三郎商店を退職。桜が岡研究所と 日本英材の経営に専念する。翌年に桜が、岡研究所と、日本英材が合併し、日本英材、株式会社を設立する。本社を、東京都小石川区竹林町88番地に移転し、豊寺が、社長に就任する。昭和30年、日本英材、株式会社を、英材株式会社に、社名変更。昭和41年、 社長を退き、代表取締役会長に就任。昭和44年に、内藤記念科学振興財団を設立し理事長に就任。昭和45年に名誉会長となり、経営から退く。昭和53年3月20日死去。去年88。ありがとうございます。